タニストリーは、ケルト文化圏の多い、俗徴位継承制度である。ゲール語のテインストは、第二の王を表し、選定によって、後継者となった者を、タニストと呼ぶ。後継者の選定は、王の存命中に行われる点が、特徴的であるが、このことが王の暗殺など、副作用ももたらした。タニストリーは、アイルランド・スコットランドマン島などで、 世俗権力継承の監修となり、現在はアイルランドの首相、副首相にその名を残している。タニストリーの起源はアイルランドの英雄コーマック・マクアートの時代まで遡ることができる。アイルランドに文字文化が起こった初期には、すでにタニストリーに関する記述が見られ、それ以前から類似する伝統があったと考えられている。ロイダムナと呼ばれる時期をい、 族長後継候補の中から、その王国、部族の男子構成員が合議の上、直気後継者を決定した。コーマックマクアートの時代の記述には、コーマックの死後、彼の長子がタニストであり、王になると記されている。古代、中世アイルランドのほとんどの小王国でタニストリーに、乗っ取って王位が継承され、これは17世紀頃までほぼ変わらない状態で続いた。近世に入って、 イングランドのアイルランドスコットランド支配が強まると次第に影を潜めていったが1840年代まで生き残った。20世紀にタニストリーは氏族の伝統を守り絆を深めるために復活した。在位中の王が青年になるとタニストの選定が行われた。在位時に青年に達している場合、即位の直後にタニスト選定会議が開かれた。 タニストは、その資格がある者の,のうち能力が最も非で、欠点、お点のない者が家臣団による投票と合議によって選ばれた。さらにその会議では、タニストに次ぐ者、いわゆる第二王位継承権者も選定された。大抵は、王の第一子がタニストに選ばれたが、これは、長子相続性に近いものであった。ただし、原則と合議、合意に基づいて家臣が、 時代の王を決する点が異なっている。アルスターの旗。中央の手は、レッドハンドと呼ばれる、アルスターの紋章ロイダムナの資格があるのは、在位中の王から発信等以内の共通の祖祖父、または高祖祖父を持つものとされ、男系継承が一般的であった。この伝統は、アイルランドのオニールの末裔と共にが、スコットランドマン島などに広がり、多くの氏族、 部族の紋章には当時のアイルランド王家の名残を残している。その代表的なものがレッドハンドである。レッドハンドの指の本数は王家から何世代下ったかを表している。この紋章はまた王から離れすぎた神道の者のをロイダムナから排除して家臣とする機能も有していた。ロイダムナが増えすぎるとタニスと選定の際に合意を得ることが難しく、 暴力や内戦に至る例も少なくなかったためである。実際に12世紀、女王、タラフ・オコノルの後継候補をめぐって内戦が起こった。平均寿命が短く、王やタニストが青年に達しない中世には、しばしば文家などへのタニストの交代が行われた。例外的な規定ではあったが、これによって万世一系の血筋を守ることができた。 この例外規定が適用された著名な例は、ロバート・ド・ブルースのスコットランド王位継承の主張である。ロバートは候補のうちの最年長ではなかったが、この交代によってロバートは正当なロイダムナと認められ、イングランドの支配やスコットランド独立戦争で混乱する中、王位継承権争いの有力者となり得た。一度は、ジョン・ベイリャルに敗れたものの、ジョンの敗戦。 失脚によって、再び有力なロイダムナとなり、1306年正式に王として認められた。タニストリーは、王位継承にあたり、家臣が意見を述べる場を保障した。合議が満場一致となる例は、ほとんどなかったものの、一び選ばれれば、次の王と認められた。タニストになった者は、自動的に王としての正当性を持つようになり、 空位の後継者争いという不安定な状態を未然に防ぐことができた。さらに会議を行うことによって、それなりの民意が反映され、有力者たちは王位継承に納得した。その一方で、王の存命中に時代が決められることにより、王の生命が脅かされる危険もあった。現職の王よりも時代の王の方が望ましいと考える、家臣。 諸侯にとっては、元王が早死にしてくれる方が望ましく、寿命の到来を人為的に出してしまおうとする、者たちが続出した。特に、スコットランド王室では、こうした事態が再三起こり、乳幼児が、タニスと、王となる例が多かった。王からすれば反対派を刺激したり、強硬な政策によって進化に反感を持たせると、命が危ういことが自命の理で、がって王権は、 しばしば有力諸侯、家臣の同意によって制限された。17世紀初頭、ジェームズ6世によって、スコットランドのタニストリーは廃止された。アイルランドでも、イングランドの支配強化、特に、新京都革命における革命戦争及びその後の植民地化によって、従来の方、慣習はなりを潜めていった。タニストリーが形を変えて復活するのは、 アイルランドが自治を取り戻して、後のことである。アイルランド自由国、アイルランド共和国では、首相の職名は、T 職、副首相はトーニスターである。ゲール語表記、テインスト、スコットランドゲール語表記、タネスタ一度、マンシュマ五表記、タニスター、英語表記、タニストリハット広く受け入れられていた原則として、王と同じ地を引き、 最年長で最も賢明な人物でなければならないとする伝統があった。スコットランドでは母系継承が主流であった。言語でターデルバック・マック・ロードリー・ウア・クロホル。英語ではターロック・オーコナーと綴る。EN ・タニストリの翻訳及びありがとうございます。